フックスタールは、ドイツ連邦共和国バイエルン州、オーバーバイエルン行政管区のランツベルクアムレヒ軍に、属す、マチソンである。ミュンヘンの南西約 60km に位置し、ウンターディー線と共に、フックスタール行政共同体を形成する。フックスタールは抗議には、ビースバッフ派側の渓谷沿いに位置するエアプフティングから、エリクホ方編、ウンターディー線、アッシュ、ゼーシュタル、レーダーを経て、 デンクリンゲンまでを指す。もともと、フックスタールの名前は、渓谷の形が沿道を思い起こさせることに由来する。一説には、夏になると、一体の湿地が赤褐色に色づき、その色が狐の色に似ていることから名付けられたという。この町は、公式には19の地区からなる。このうち小集落や、孤立農場などを除く集落を以下に列記する。 マルクトレーダーとアッシュは、レヒ側の西約 2km の幅の広い砂利のテラス上に位置し、古いモレーンが東の境界をなす。ゼーシュタルは、レヒ側に直接面しており、集落の高い部分が砂利のテラスへの上り口にかかる。ゼーシュタルトレーダーの間を連邦道 B17 号線が通っている。この連邦道のこの区間は、ロマンティック街道の一部となっている。 ローマ時代にはクラウディア・ウグスタ街道が町域内を通っていた。その後は自転車道として整備され標識が付けられている。丘陵墓この地域の入植はラテーヌきに遡ることが証明されている。アッシュやレーダーには丘陵墓や多くのケルト時代の方形防類が残されている。レーダーのメインストリートこの街の最も古い集落はマルクトレーダーである。 この集落はおそらく8世紀にシュバーベンの後輩地をバイエルン人の攻撃から守るためにフランク人によって建設されたと考えられる。集落の名はフラマン語のリーシーレデで、すなわち人工的に川の流れを変えたことに由来する。マルクトレーダーは、はじめはフラマン人がやがてシュミートバッハ族が統治した。1401年にフリードリヒ・ホンフライブルクが レーダーを購入し、その子孫は1497年まで村を治めたが、この年にアウクスブルクの商人で市長のジークムント・ゴッセンブロートに売却された。その死後1508年に、やはりアウクスブルク市長を務める娘婿のウルリヒ・レーリンガーがレーダーを相続した。レーリンガーは1527年にレーダーにプロテスタント信仰をもたらした。1595年、 ヤーコプ・フッカーがこの村を6 2千グルデンで購入し、再びカトリックの司祭を置いて、新しい教会を建設した。1661年からレーダーは保護領として、アウクスブルク市教本部に属し、ベルフケの下級大館の大館所が設けられた。この時代、現在の教会の上に城塞があった。1905年に、新しい墓地とかつてのスポーツグラウンドのアルムヒュッテとの、 間でモルタルで接着された荒石づ時りの壁の跡が発掘された。これが当時の城塞の遺構である。この時代のレーダーについてはおそらく1792年に初めてシュバーベン時点に記録された。また、市場開催権に関しては食料品と家畜の市場が年2回開催されたことが1807年の文書で確認される。 食料品種は現在でも5月と秋の日曜日ごとに町のメインストリート沿いで開催されている。アッシュはアウクスブルクの聖シテファン修道院の所領となり、両方君主権と下級裁判権を行使した。レーダーとアッシュはシュバーベンに属す。イカダ町の税ュタルはデヒラインの一部であり、昔からバイエルンに属していた。第二次世界大戦中、1944年の 秋から1945年3月まで、この集落にはカウフェリング外部収容所軍の収容所があった。この収容所では100人を超える収容者が強制労働に従事しなければならなかった。1950年にバイエルン州政府はゼーシュタルの東のレヒガー河畔に記念碑を建立した。これは少なくとも22人の1945年までに亡くなった。 強制収容所の収容者を思い起こさせる。B17 号線沿いの案内板が強制収容所の記念の場所を示している。レーダーに残る有限とシティール様式の建物1803年の帝国代表社会議主要決議とこれに伴う世俗開革、現在のフックスタールの長域全体がバイエルン領となった。市町村再編までアッシュとレーダーは シュバ弁行政管区に属していた。現在のフックスタールは1972年の市町村再編に伴い、アッシュ、マルクとレーダー、ゼーシュタルが合併して成立した。1978年にフックスタールとウンターディー戦はフックスタール行政共同体を結成した。フックスタールの町役場町長はエルビン・カルクである。町長代理はノルベルト・ケースである。 将棋界は16議席である。フックスタールの紋章は1972年に採択され、1950年代から使われていたアッシュとレーダーの紋章は廃止された。紋章は銀字の基部に赤い船の火事の先端部が描かれている。その上は左右に分割。向かって左が青字に銀の斜め破体。向かって右が金字に 緑のトネリコの葉。船の舵は、かつてのイカダチョウ全主るを表す。斜め破体はレーダーを貫いて流れるシュミートバッハ、川を象徴したものである。トネリコの葉は足を示している。マリアの国地教区教会レーダーには古い建物は、わずかしか残っていない。上巻、集落の高台のドライバーやアーベクにある、マルティンスブルーン離宮、その他の領主の建物は世俗家去に廃材として、 共売にかけられた。残されているのは16世紀に、すでに記録されている食堂と、現在は店舗になっている囲い壁の一部とともに、残っている領主の内屋である。これらの文献は、翻訳元である、ドイツ語版の参考文献として挙げられていたものであり、日本語版作成に際し直接参照してはおりません。ありがとうございます。